関東地方整備局が入る埼玉新都心、合同庁舎2号館地方整備局とは、国土交通省の地方支分部局の一つ、直轄の道路、河川、ダム、砂防、港湾の整備及び維持管理、空港基本施設の整備のほか、建設業や不動産業の許認可に関する業務や、指導監督業務、建設関連の資格の取得に関わる行政機能などを所管している。 東北、関東、北陸、中部、近畿、四国、中国、九州地方整備局所在地全国を、東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国、九州の8地方整備局が管轄している。なお、北海道については、同省北海道開発局、沖縄県については、内閣府沖縄総合事務局開発建設部が、管轄している。2001年1月、 中央省庁再編に伴い、運輸省と建設省の統合により、名称が地方建設局から地方整備局に変更になって発足した。しかし、管轄区域は旧地方建設局がとほとんど変わらない構成になっている。広範空港部は、管轄区域が微妙に異なる場合が見られ、北陸都市国を除いて、本局所在地とは異なる所在地にある、各地方における、 地方自治体の建築物以外の各館庁の建築物の永全関連のほか、国土交通省直轄の道路、河川、ダム、砂防、公安、住宅、下水道など社会資本関連の発注、技術管理、ネットワークの運用など、管轄地方の社会資本整備関連の行政においては、予算をどの工事に割り振るかを決定する、いわゆる 歌手付け等の大きな権限を持っており、局予算規模は中規模と同府県の年間予算額に匹敵するという巨大組織である。旧建設省地方建設局時代は、地県、旧運輸省公安建設局時代は、港建ての略称があった、組織の部は全地方整備局共通である、総務部、編集主に各地制の内部調整を所管、企画部、 編集地政管轄区域のプロジェクトの計画、推進はもちろん都市景観都市空間の創出、研究開発、広報戦略、情報管理、処理、災害対策、機械の試行企画等多岐にわたり所管。県政部、編集国土交通省発足で新設した部署、主に建設業等の許可、登録、都市計画、整備、住宅事業を所管。河川部、 編集地政管轄区域の1級、2級河川の管理の、ほか、河川計画、河川整備、管理事業を所管。道路部、編集地政管轄の国道整備のほか、管轄区域自治体との幹線道路網整備も所管。港湾空港部、編集急運輸省の各港湾建設局の事業を踏襲。管轄区域の直轄港湾、空港基本施設の整備事業を所管。 営全部、編集地政管轄の新築、改修等の営前工事、官庁施設に関する保全指導等を所管。用地部、編集河川、道路事業など関して、とりわけ重要となる用地買収、保証等を所管。事務所、編集河川、国道、港湾空港、技術、建設、港湾、官庁営前、国営公園等の各事務所は、 地方整備局の下部組織となる。遠隔、編集、出先機関、編集、出先機関、編集北陸地方整備局が所在する新潟三崎、合同庁舎1号館出先機関、編集、中部地方整備局を参照、近畿地方整備局を参照、中国地方整備局を参照、四国地方整備局を参照、九州地方整備局を参照,地を参照各地方整備局、 ありがとうございます。